17回目の人生やっていきましょうか。今回の目標は追加ボス3体を一気に全部まとめて倒すというものに挑戦してみたいと思います。仲間に入れるパターンと一人で行くパターンとあると思うんですけれど、遺跡の奥まで行くには一人だときついんだよな。ただ仲間がいると遺跡の奥まで行けないっていうのがあるので、ちょっと一人旅で頑張ってみましょうか。じゃあまず装備を最強装備にして、で左のドラゴンから倒していきたいと思います。そのためにはゴブリン、まず妖精を倒してって感じかな。いやでもここ一周してから回復アイテムも欲しいから、ここ一回戦いましょう。ここ一回戦って、回復が1個あるだけでもだいぶ変わってくるからね。で美味しい肉をゲットすると、これで OK。 でワンちゃんは倒す必要があるのかという感じなんですけれど、やっといた方がいいか。いやでも一歩でも無駄にしたくないから、ここはゴブリンいけっかな。これオークだっけ、レベル2でいけるか。レベル1ではきつかったけどレベル2ならいけるんじゃないかな。これでいってみましょう。これで倒せたらバンバンザイで戦って、でよこれ2回、3回で倒せるからいけるんじゃない。これで攻撃で次のターンで倒せるはず。よいしょ、 OK、 ナイス88。これでレベルが5になるでしょ、エルグを覚える。で妖精倒したらレベル7か8ぐらいになると思うんだよな。これでいけねえかな。ただ勇者にならないとさすがにきついか。だったら上のアイテムゲットしようか。上のアイテムをゲットして、よいしょ、で星の恵み、帰り道でもいいんだけど、どうせ勇者にならなきゃいけないからね。これでちょうど2歩で話しかければ勇者になれるもんね。で、戦って経験値を成長したいんです。そうです、成長期なんで、あなたのお肉が欲しいです。で糧となる陶器106で2000の経験値でしょ。8かいけっかな。これで点点点言うてるけど、これ上行ってもなんないから、じゃあ右から話しかけるか。これで勇者になった、いけるかな。装備品がもう防具しかないからな、1個で、メニュー開いて590でしょ。美味しい肉1個、ここで星の恵み使っちゃうか。てか今しか使う場面ないもんな、使っちゃおう。で多分ドラゴン倒せば星の恵みドロップしたよね確か、だからいいと思う。これで魔法で回復もできるし、装備は裸一貫だけど、裸でドラゴンに突っ込むのちょっと怖いけど、いけるでしょう。行きましょう。巨大な竜がこちらを見つめている。挑みましょう。さあ、いけるかどうか。一回のダメージにもよるよね。一応回復はできるけど、全回復魔法を覚えてないっていうのが痛いんだよな。じゃあ、攻撃。さあ、どれぐらい ?124、いいダメージ。123、いけるね。5回、4回までは耐えられる。相手の方がスピードが速いってことはなさそうだし、これいけそうな気がするな、なんとか頑張れば。ただ回復が追いつかねえぞ、これ。151。あと一旦耐えられるけど、キュピアにしようか。これで全回復魔法覚えてたらな、かなり余裕が出たんだろうけど。253。まあ2倍は回復するから、まあ大丈夫かな。2回に1回攻撃って感じになっちゃうけど、かなり地道な感じにはなるけれど、回復が尽きない限りは倒せるはず。相手の HP もそんなに高かった印象ないしな。89しか回復しなかったわけ、今。マジか、約200だからね、乱数次第では微妙なのか。お、いいね、259、かなりでかいよ。で、そろそろ攻撃パターン、攻撃回復、攻撃回復、オーケー、ナイス。倒せるなら何の問題もない。勇者一人でもいけるんだね、裸一貫で。いいぞ、素っ裸は正義。じゃあこれで倒して、経験値が5000ぐらいだっけ。これで全回復魔法覚えるんじゃないかな。どう ?5000 の経験値、星の恵み、レベル11、セラピア、オッケー。セラピア覚えるんだったら全然余裕だもんね。で、どうするかな。もう一回ゴブリン戦って、工学箱ゲットして、売ってお金にして、2000ゴールドでかいね。そうしようか。これで戦う。で、スライムは倒しとこう。MP 回復したいから。これで戦うでしょ。ここもうワンパンできんじゃない?あー、ワンパンはできないと。で、攻撃で、攻撃159。いいダメージだな。1000の経験値、ゴブリンの攻撃、エルグレを覚えた。エルグレはどうせ使わないだろうけど。で、スライム倒して MP 回復手段をゲットする。これ残り17歩で、上のラーミアみたいなやつ。あいつは倒せると思う。で、問題は、遺跡の中の敵だよね。どれだけ強いか。てか、ラーミアもまだ戦ってねえからな。
いや、雑魚扱いしてるけど、どうせフォレストドラゴンと同じぐらいなんでしょっていう認識なんだけど、どうなんだろうな。じゃ、ここで装備品を買えるだけ買おう。買えるから2000ゴールドだからちょっといいものは買えるんじゃない。これを2個売る。2500になった。で、購入する。何を購入するかだよね。剣はぶっちゃけ勇者の剣ゲットできるはずだからいらないよね。盾かな。魔法のダメージを軽減できるっていうのはでかいよね。兜はあのタウロスみたいなやつ倒していけばいいと思う。盾か、装備品どっちかだよな。鎧1500、あ、でもどっちも買える。100円足んねえのか。悩むとこだね、これ。だったら、まあ、魔法軽減する1個買って、で、鎧？兵士の鎧にするってのも手だな。これでマジックシート買っちゃおう。買っちゃって、で、兵士の鎧買う。で、残り500で回復アイテム1個くらい買えるんじゃない？セラピアス。完全回復ね。買っとくか。でもな、どうだろう。お金節約しても意味ないもんね。セラピアス。買います。これでいいはず。で、装備で、最強装備、マジックシート。だいぶでかいね。攻撃力47もあれば大丈夫だろうし、相手の攻撃さえ受けなければ大丈夫。行きましょう。あ、かわいいヒューコちゃんみたいなのが下にいる。子供を守る母親みたいな感じ。すいません、私、クエストをクリアするために狩らなきゃいけないんです。弱肉強食の世界。行きましょう。世界って言ってる。神々しい鳥が羽を休めてる。回復中じゃん。戦いを挑みますか。すいません、お願いします。高く売れそうなんで、あなたの羽。わー、コマンドガルーダだって。足綺麗。子供たち4人もいるじゃん、4匹も。大丈夫？戦って、どれくらいダメージ受ける？ 119 か。回復間に合うもんね。全回復魔法も覚えてるし。152。アヤラス！何それ？アップね！俊敏性！まずい！スピードが下がるときついな。こっちが先制できる体でやってるから、回復が微妙になる。間に合うよ。おかげでこっちの方がまだ早い。セラピア784、でかい。いやー、もうどん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 スピード下げていくだよ。こっちの戦法上がってんだな。きついな、それ。でも、攻撃するしかない。まだこっちの方が早い。オッケー。で、99。ダメージ量はそこまででもないね。フォルド欲しいな、フォルド。あー！まさかフォルムチェンジした？あ、俊敏性元に持った。エルグレン強そう、156。大丈夫か？ただ、耐久力はそこまでないんじゃない？第2段階になるまで早かったもんね。これ攻撃し、次の段階復。エルグレン、まずい。169、強えな、マジ。やっぱフォレストドラゴンより全然強いね。これでセラピア唱えて全回復する。 OK。 で、エルグレン MP とか枯渇しねえのかな、こいつ。よいしょ、攻撃して、よし、倒した。余裕じゃん、強いよ、勇者。ただし勇者で戦えるのはここまでだからね。次は中年か老人で戦わなきゃいけないから相当きついと思うけど。7500の経験値、星の恵み。いいぞいいぞ、レベル15。で、14歩でしょ。タウロスまでは勇者で行けるのよね。行けるのよねってなんだろう。で、鎧の方もな、上の方取っちゃうってのも手だけど、だったら兵士の鎧じゃなくて、まあ、いいか、どっちにしても頭は角になるし、剣は勇者の剣になるわけだから、まあ別にいいかな。で、このまま戦って、よいしょ。9歩じゃさすがに、行けないと思うんだよね、左上まで。で、戦っていく。でもこいつ攻撃力高いんだよな、結構。89か。まあ全然余裕。攻撃して179、83。やりおるな、こいつも。159で。砂漠の鎧は取っといた方がいい。2回攻撃！それきついな。1回回復挟むか。1回回復挟んで。負けでもまあ、もう1回戦えるんだけど、2歩消費しなきゃいけないからね。で、戦う。お、まだ倒せない。そもそも次のターンで倒せるでしょ。次のターンで、ゲッチュ。オーケー、ナイス。これで、頭の装備もゲットできた。中年だったら砂漠の鎧まだ装備できるよね。あ、攻撃力も上がるのね。でかい、それ。いいぞ、いいぞ。かなり充実した装備。ここで、右上行って宝箱ゲット。砂漠の鎧。これどれぐらい？天使の鎧。あ、5しか変わんないのか。ただ、行動不能にならないっていうのでかいな。行動不能にならないってどういうこと？ HP1 残るのかな？だって全滅っつかやられてもね、別に。うわ、めっちゃなんかすげえ破壊神みたいなのいるんだけど。レジギガスみたい。これ途中の敵戦った方がいいかな？勇者の段階で戦えないしな。中年になって果たして勝てるのか。ただ回復アイテム自体は余裕あるし、
行けるかな。これそもそも上に行くには、あ、やべえ、上から行かなきゃいけなかったんじゃ。しまったな。全然考えずに試合に来ちゃった。でもどっちにしても勇者の剣欲しかったから、いっか。多分中年のまま15歩で行けるはずだし、行ってみるか。ここ戦う、どうだろう、いけるかな。こいつ強えんだよな。こいつ200ぐらいあるんだよね、ダメージ。158、あ、でも104まで軽減される。さすが装備が充実してるだけあるわ。あー、ミス。そうだ、攻撃が当たらないパターンがあるんだよね。これで攻撃、もうマジかよ。俊敏性がすごすぎる。もし砂漠の鎧装備してるから動きが遅くなってるとかあんのかな。敏捷性は下がってなかったけど、攻撃が当たりにくくなるとかありそう。これは攻撃して、あれまだ死なない、これはいけるはず。よいしょ、これ倒せる。 OK、 ナイス。で7000の経験値、レベル17でしょ。で、スキルセラピアで一応回復しとく。で、これは下か、下行って、で勇者の剣をゲットして、こうこうこうだから、左上まで行かなきゃいけないんだよね。こうで勇者の剣ゲットした。80にかっこいいすぎる。これは老人になっても装備できるからね。で、上行って、何やんかこれ、右行ってギリギリって感じだね。いけるいける、よし、中年のまま来れた。勇者の剣も装備して、これはでかいんじゃないか。装備確認 OK。 MP 回復しとくか、今のうちに。いけるロール、まあ星の恵みがあるからね、別に回復大丈夫だと思うけど。で、いきましょうか。ここ遺跡の守護者は静かに佇んでいる。戦いを挑みます、お願いします。硬そうだなこいつ。さあ、ルインズキーパーだって。うわー、でっかい。ハンマー攻撃力もすごそう。物理タイプだから魔法が効くとかありそうだけど、とりあえず攻撃してみようか。これくらい ?240 強い。あー、でも相手も140、あ、しかも2回攻撃、300近く、3分の1ぐらい削られるってことか。これきっついな。装備整えてよかったね。動き封じた。そう、勇者の剣にはこれがあるからね、動き取れない。しかも相手の方が先制するんだ、やべえな。これで麻痺ループができればな、相当でかいな。133、これ次回復しといた方がいいか。魔法セラピアを完全回復。いやー、これレベル上げてなかったらきつかったんじゃない。最高のチャートなんじゃない俺、これいいんじゃない。みんな参考にしていいですよ。で、これ攻撃、ただ耐久がどれぐらいかって感じね。ロガマジか。防御力上げるとかありえんすよ。ただでさえ防御力高いのに、あーでも倒した。なんだよ、余裕じゃねえかよ。やっぱ勇者の剣様々だな。あの麻痺1回がかなりでかかった。さあ、経験値どれぐらい、お金も報酬もどれぐらいなんだろう。5000か。あれ、じゃああっちの方が経験値もらえるんだね。星の恵みゲットした。レベル18になった。どっか行っちゃった。 OK、 なるほどね。じゃ順番的にはこっちの方が先だったのかな。それの方が倒しやすかったとか。だから攻撃力めちゃめちゃ高かったからね。報酬は2000で同じと。4200、あれ、俺3匹倒して4200、あ、そうか、買ったんだ。あ、びっくりした。装備品買ったんだよ。なんでこんなお金少ないんだろうと思ったら。なるほどね。じゃあ残り29本もあるから余生を楽しめると。じゃあこいつ倒して、で、また盗賊のところから金奪ってこの人生を終えようか。ね。あの盗賊のところマジ金稼ぎポイント。アイテムはなるべく使いたくないんで、回復はもうあと6回使える分で終わりにしちゃいましょうか。めっちゃ強いんだけど、勇者の剣。マジチートアイテムだ。こいつが7000経験値あるのね。エルグレン。なるほど。古代の遺跡のなんか支配者っぽいやつよりもこいつの方が経験値が多いってどういうことなんだろうね。経験値稼ぎにはいいけどね。こいつも戦っとこうか。よいしょ。なるべくこなしとかないと。ボーンダンサー。こいつもうワンパンできんじゃね。あ、でも老人だから無理。あ、動き封じた。この動き封じるのがでかすぎる。これで魔王とか戦ったら全然余裕だったんじゃない?ね。今の段階でも魔王城いけるか。行ってみるって言ってたの。つうか左側のあの宝箱、あれすごい気になるよね。調べとこうか。で、ここは、売っても買ってもしょうがないもんな。どうせなら金貯めときたいし、行っちゃおうか、このまま。で、10。魔王挑んじゃうっていうのも手だな。倒せるかどうか、老人一匹で。いや、いけるんじゃないか、今のレベルだと。余裕で。これでゲットした。さあ、じゃあ左側のアイテムが何か。よいしょ。命の宝珠。何?アイテム、装備品だよね。あれ、あった。最大 HP100、微妙。今更プラス100でも。いや、微妙。めっちゃクソいらねえわ。
でも体、あ、そっか、もう、砂漠の鎧はやっぱり装備できなかったのね。兵士の鎧も装備できないと。わかりました。じゃあ魔王行ってみましょうか。だいぶ弱体化したとはいえ、戦えるんじゃない？ただ、あ、そっか、じゃあ、嫁、あっちの世界に行くっていうのもありだな。ただ、あっちの世界行っても、回復、ちょっと行ってみるか、じゃあ。誓います。この状態で戦って勝てるかどうかは別に問題じゃないしね。光の勇者を探しに行くことを第一目標としましょう。これで、で、外に出る。今はもう退治のやつないからね。行ってみましょう。あ、勇者の装備は粉々に砕け散った。勇者の剣とか？売れないの？マジかよ。じゃあ、あ、ここで命の宝玉できるプラス役。ここであれさ、退治の呪い解くやつ取ったら、どうなんだろう。復活するに、あ、それで光の勇者と共闘するとかそんな感じなのかな。残念だよ。ああ、行っちゃった。じゃあそれやってみるか、今度次のパターン。これ倒して、これ全員倒さないと話進まないよね。倒していこうか。やだな。皆殺し。楽しい。お客さんじゃない何者だ。正義の使者です。こんにちは。君たちを地獄へと誘う。イケメンです。あ、で、左下に炎が出たからもうこれでいいのかな。はい。行ったよ。闇の力はどうだ？素晴らしいだろ、かつての勇者。あ、でも待って、出るときに勇者の装備が砕け散ったって言ってたから、出るときに退治のやつも砕け散っちゃうのかな？さあ、これで、右上、いるよね。これ俺、灰を選んだんだけ、確か。それを家にすればいいんじゃない？私はこの場所から逃げ出したい。一刻も早く。それは行きたいということなのだろうか。これ行きたくないってことにすれば？え、でも、そのバッドエンドになりそうだけどね。家にしてみる。そうか。ではこれを君に授けよう。あ、どっちにしてもなんじゃん。これを使えば冥界から逃れ、再び人生をやり直せるだろう。だが私には生きる理由が見つからないのだ。勇者よ、私に見せてくれないか。生きるとは何なのか。人生とは何なのか。これで復活の涙、もう一度人生をやり直せる伝説のアイテム。これ使って復活させるんじゃない、こいつを。若き勇者よ。あ、ダメか。使えそうにない。何百年もここにいるのに魂が濁らない。じゃあ光の、ほら、力をまだ持ってるってことでしょ？多分こいつが勇者だと思うけど。復活。ここで、天使の羽使ったらいける？天国に。それで復活して、これ、でも消えちゃうか。もう一度人生をやり直せる伝説のアイテム全部。多分。やってみる。ちょっと待って、ソウルポイントとか他にあったっけ？なんか、売り物。でも天国行ったらどうせ売れるよね。アイテムまだたくさんあるし。オッケー。お、キキ！魔王様万歳！あー、ダメか。こいつだっけ？ソウルポイント。メガようこそ。なぜ自分がここにいるか。自分の胸に聞いてみない。攻略のためですよ。そもそも使えないかな。勇者の装備は全部消えちゃったけど、これは消えてないもんね。生涯を終えて天国へ移動しよう。もう生涯終えてるんだけど、すでに。行きますか？灰色の魂は、天使の羽を使った。俺、灰色の魂なんだ。ああ、いけるよね。おお！で、アイテム。いけるんじゃね？これ。これでもう一周して、これ消えなければ、だって大事なものだもんね。二個になるじゃん、復活の涙が。だから、復活の涙を二つゲットして、自分用と、あそこにいたあいつ用を、二つ用意すればいいんじゃないかな。多分そうだと思う。ちょっとじゃあ、売って、試してみよう。で、冥界まで来る。これでいけるんじゃないかな。復活の涙僕も持ってるんです。二人で、旅立ちましょうって。いける？そうですよ。行きたいということなんですよ。そうか。やはり私はいつまでも変われそうにな。あれ？これを受け取ってくれないか。復活の、二つ目なんだけど。これを使えば冥界から逃れ、再び人生をやり直せるだろう。私は臆病者でな。もう逃げることでしか生きていけないようだ。私の代わりにこれを役立ててくれ。あれ？ダメなの？今二つあるよね。ほら、復活の涙二つあるのに。どうすればいいんだろう。光の勇者。八方塞がりになってしまった。絶対このパターンだと思ったんだけどな。ヒント見ちゃうか？いやでもこういうのは自分で解決するのが楽しみなんだよな。RPG っつうのは。
ヒント見たら楽しみが半減してしまう。なんとかちょっと模索して探してみます。じゃあちょっと大樹の指輪が外で使えるかどうか試してみたいと思います。多分これ出る時に壊れちゃうと思うんだけどな。これで暗黒の騎士になって、でここで装備しないで、で街の中で装備してみる。そうすれば自由に動けるようになるとかないかな。勇者の剣は砕けちゃうだろうけど、あーやっぱ消えちゃうか。じゃあここではどうしようもないってことね。ここで大樹使っちゃって、で外出れなかったよね。でも一回やった時、これで出れるようになればな。これで展開に行くのかな。でも魂だけの存在になっちゃうしな。動けない。あれフリーズした。あ、勇者は呪いを解け死の力に目覚めた。これで出たりはできない。なぜ出れないんだろうこれだと。アイテムでしょ。で復活の涙、これで復活したりとかできない。お、あ、え子供の状態で復活したよ。あ、そんな感じになるんだ。じゃあどうすればいいんだろう。死してなお邪魔をするか。今々しい勇者よ、この場で仕留めて再び我が、あ、逆にやられるとかなんじゃない。光の勇者のまま死ねば光の勇者の魂で冥界に行けるからとか、そんなことかな。こいつ戦ってみるか。冥界、倒した。第2段階。なぜだ。なぜ滅びぬ。聖者には死者になる道以外与えられない。なぜ希望を捨てない。新エンドを見たいからです。それは彼を、お、見れば明らかであろう。し。お、復活の涙が魔王に吸い寄せられていく。来たんじゃない?来たんじゃない?だあ、私は生きる恐怖に屈し、どうやってここまで来れたの?生きることを恐れながら、生きることへの希望を捨てられず、何百年のもの、時を冥界で過ごし、でも光を失わなかった。魔王に背向けて大丈夫?君が私に生き方を見せてくれた。何回も見せたよ。もう18回ぐらい。はあ!かっこいい!エルフっぽいちょっと。これが光の勇者。私はかつて勇者と呼ばれた。自分で言ってただけじゃないの。今こそ前世からの使命を果たす時。光の来たよ。装備整えさせて。あ、光り輝いて、これも第二段階になると。いやいやいや、一人でも余裕で倒したのに、二人だったら超余裕じゃん。倒してやろうぜこいつを。いけるか。よいしょ。脱命の魔王リブオーバー。強くなってるとか、あー光の勇者かっこいい。 HP とかすげえ低いけど、アイテムは今3つある。これ戦闘中にレベル1上げられるのかな。ちょっと戦ってみましょうか。エルブレンとかも使いたいけど、次攻撃で、で、うわ何これ、神奈だって。敵一体に大きな雷のダメ、魔法で攻撃、自身もダメージを受けるから威力が強そう。デカミナだって。敵一体を巨大な雷の魔法で攻撃、自身もダメージ、自身ダメージ受けるのどれぐらいかだよね。形容しがたいほどの強力な、ちょっとデカミデン使ってみようぜ。栄養ドリンクみたいなやつ、これ使ってみましょうか。どれぐらい受けるか。光の勇者だからね、魔法強いんじゃない。デカミデン強すぎー98ダメージは全然余裕だしね。ステータス見たかったな、光の勇者。強い、かっこよすぎる。いけるぞ、倒していく。で魔法デカミネン4回使える。あといけるんじゃないか。勇者の攻撃強っ2ターンで倒したって。こいつら強すぎだろマジ。魔王様かわいすぎるよ。長寿の勇者、光の勇者、2人の勇者だから。うわすげえわ、ロトの紋章っぽくてすげえかっこいい。長寿の勇者たちの勝利。ソウルポイントやったぜ。これで新エンド迎えられるんじゃない。こんなはずでは。まだ行き消えちゃった。ああ消えちゃった。跡形もなく。これはやったぜ。でもステータス画面見れねえんだけど、めっちゃ見たかったステータス。これで、あれでもあ、また余命。おかしいなこれでプラグイン。ただまあ光の勇者が仲間になったことによって、
あ、勇者合言葉、これからは合言葉が表示されます。次のメッセージはインターネット上に公開しないでください。あ、なるほどね。じゃあちょっとこちらはモザイク編集させていただきます。見たい方はご自身の手でぜひクリアしてみてください。ん？これが何だっつうんだろうこれを合言葉どっかで言えばいいのかな。うん、何もない。 OK です。でここら辺からスタッフロールみたいなのがどんどん流れていくと。いやー、でもこれでカンクリで多分エンディングも変わってくるんじゃないかなと思うけど、どうなんだろう。これ以外にまだ道あんのかな。多分クリアだと思うけどね。いやー、でもよかったわ。すげー大変だった。こんなに作り込まれてるとは最初思わずに始めたんですけれど、最初はバカ系だろう どうせみたいな感じで思ってたんですけど、すごい細かく作られてて、すごいやり込む要素もたくさんあって非常に楽しめました。どうやったらここ行けるのか、どうやったらこれクリアするのかっていうのを頭使いながらすごいねできたっていうのが非常にね試行錯誤しながら楽しかったです。皆さんもぜひやってみてください。もしかしたら私の方法以外にもいろいろもっと最適化パターンあるよとか、もっとねすごいパターンレベル99にできるよとか、そういうパターンもあると思うんで、ぜひとも皆さんの手でそちら解明してみてください。さあ、じゃあ残り15歩歩いたらエンディング変わるかな。船乗って一人旅行ったけど、今度は二人でどうなるのか、男二人で。まさかそういうエンディングになるの、男二人で。お、あれまた船旅立っちゃうの。あ、二人で旅立つと、これでジ、あ、ザ・エンドってね。それで、あ、王様、俺もすべての炎を灯しましたよ。どうですか私の人生は、最高だったでしょ。よし、私は感動したぞ。生きる道を探求し続けるお前の姿、ぜひ私からこれを送る。こ、なになになにローラースケート、なんでローラースケート、光源氏目指せって。最後に感謝状をもう一度見てみるとよかろう。もう一度見てみるとよかろう。あ、やっぱりじゃあ使わなければこれ見れるってことなんじゃない。感謝状見てみようか。ローラーコースターって何。ローラースケートか。王様が趣味で使っていたハイテクな靴、装備すると歩かずに移動できる伝説。これもしかして歩数気にせずに遊び回れるってこと。あ、これめっちゃいいじゃん。これだったらレベル99も夢じゃないってことだよね。じゃあ感謝状見てみましょうか。わ、感謝状を読み上げた。長寿の勇者殿、生きるとはいいものだな。君と別れて随分経つが、元気にやっているだろうか。生きてるうちにまた会うことがあるかわからないが、お互い悔いの残らない時間を過ごそうじゃないか。光の勇者。おー、なるほど。光の勇者からの感謝状だったってことね。わかりました。はい、というわけで、これで見事、全クリ、完クリといった形になったんでしょうかね。いやー、頑張りました。ありがとうございました。これローラーコース、じゃあ次回はおまけパートということで、ローラーコースターを履きながら、ちょっと どこまで行けるかやってみたいと思います。勇者になった途端に、多分ローラースケーター装備すればずっと勇者ってことだもんね。それで世界を駆け回れば、何でもできちゃうんじゃないかな。楽しみですね。はい、じゃあそれもやってみたいと思います。はい、じゃあ、どれぐらいのパートになるか、まだちょっと動画を全然編集していないのでわからないんですけれど、おそらく、パート10以内には収まるかなと思います。短い実況になりましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。このゲーム皆さんもぜひやってみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。